医療崩壊を防ぐには何をすべきなのかについて話を聞きます。え昨日期限を迎えるはずだった緊急事態宣言、え今月末まで延長です。まあ、ただ、あ14日あたりに、この、いろいろと見直してみるということではあ,りあるようですがねえ。この緊急事態宣言、感染拡大を防ぐという目的はもちろん、医療崩壊を防ぐためのものでも、富士山あるわけですよね。まあそうですよね。はい、あの、基本的にはこれ医療崩壊、 防ぐためのもんだ、はい、ということだと思います、はい、だって、あの、法律の立て付け上、あの、緊急事態宣言を言えれば、はい、あの、病院を国家権力でいっぱい作れるとか、ね、はい、できるようになってるので、これ医療法から考えてるのが明確なんですよね。ええー。法律の趣旨は、はい。も、えー、うんまあ、ちゃんと言ってはらへんけれど。えー、そうですね、それがね。ええー。うん、で、ええー、まあ、その、今のこの日本の医療供給量 っていうのは、これは今現在どうなっていと、ね。だいたいこれもね、もう考えたらもう腹立って腹立って寝られるぐらいの話ですけどね。そもそもね、医療崩壊しそうで危ないです。はい、政府はね。ええ、だから皆さん、感染を拡大しないように8割ステイホーム。協力してください。はい、じゃあみんな、あ、医療崩壊したら大変やから我慢しましょう。はい、いう話でしょ。ええ、でもね、これちょ,ちょ待てよと。まあ、はい、医療崩壊防ぐには、 需要を減らすっていう方法もあるけど、だから患者をね。はい、そけど、医療供給量増やしようとええやんけってことですよ。はい、医療供給量っていうのはね、これは別にも2月の時点から増やせれたんですよ。はい。3月だって。<い>で、ずっと、2月も3月もずっと増やせれたのにね。いあいつらっていうか政府はね、はい、全然増やせないんですよ。はい。でね、もともとね、<い>コロナ対応可能病床って0.7%で日本の病床全体の。もともと日本の病床って世界で一番、 多いんですよ、人口あたりの。もう世界一の水準にあるんですよ。はい、ベッドいっぱいあるんですよ。ええ、だから、でもそのうちの0.7%しかコロナに使えないで。はい。だパー99.3%使えないんですよ。ええ、今99.3%いっぱいやんでやったらしょうがないんですけど、はい、らガラッガラなんですよ。 今もコロナで外での怖いとかね、はい。なんか病院行ってしまったら自分映るんちゃうかとか。あれ映してしまうんちゃうかとかみんのでね。はい。病院行かなくてね。もう、お医者さんもだから、だから要するにあの、観光とか飲食店だけじゃなくて、お医者さんも商売上がったり状況なんですよ。逆に言うともうがっくらなんですよ。で、そ、そうなってるから、そのうちの99.3%のうちのね。ちょっと2%ぐらいちょっとコロナに分けてと。言えばいいんですよ。それできない、次第はなんでかって言ったら、 政府お金出さないからですよ。はーはー言っときますけども、その、ドイツとかではね、<い>なんかあの、ICU1 個作ったら600万出しますわ、言ったら、ガッサーみんな作ってね。はーはーい600本くれるんだったら、俺、この際、あの、後でも使えますからね、あジ、はい、ア作ったら。<い>もうろそ俺やりますわー、言て、もう一気に1.4倍になったんですよ。<ー>だってこれ2月3月のひと月ぐらいでね。<い>で、言っときますけども、日本の方が最初に感染者が出てますからね、ドイツよりも。はい、で、もう既にドイツはお金ガサー出して1.4倍ぐらいになってるんですよ。日本もそのまんまですよ。うん、はい。 で、さらに言うとですよ、あのー、イギリスとかでもなんかもうボランティアとかもガサ何万人とか出してますけど、日本だってもう要するに、お医者さんあまりまくってるんですよ、今。はい。暇やわー、言ってるんですよ。はあ,はあ。僕の友人のお医者さんでも暇にしてる人いっぱいいますよ。あす仕事ないわ、収入減ったわ、どうしよう、言って。はい。 あ、それはあの、来る方、ね、来いないから。来ないからね。で、あの、病院も閉まるし。はい。あの、病院っていっぱいありますからね。なんかその、このビル全体が閉まったから。はい。私、仕事ないわ。はい、なんとかクリニックとかね。そうそう。プータローやは半分プータローやってるお医いさんいっぱいいるわけですよ。それに、ね。ええ。だから、いやもう来てくれたら、こんだけの給料を出すからと。はい。で、来たら、あの、やっぱり感染するリスクがあるから、普段の病院できなくなるけど、そこの分の保障も含めて、たっぷり、 こんだけ手当て出します。だから、はい、要するに僕の口の悪い友人なんかね。んええ、ええギャラ出したらみんな来おるで、言って。<ー>大阪の。こ<や>んなもん、めちゃくちゃ肥満してるやついっぱいあんだけだいたい開業医なんて、だいたいもう、たっかい金出して、病院作っとるから、もう借金だらけやから、もうめっちゃ金ないで困っとるで、あいつらもん歩でも来おるで。<ー>でって大阪の医師が言ってましたよ。ええ、優秀な医師がね。はい、だから、だから政府、あほちゃう<ー>って思うんですよ。いや 病院も余ってる。えーはい、お医者さんも余ってる。はい。これ医療崩壊でて、だから。ええー。で、それ、なんで真意か言ったら、財務省に釘猫捕まれて、え、はい、な、え、ちょっとお金出して、あかんはあ<ー>。だって、そうやったらコロナのお医者さん増えるかと、あかんええー。わかった。えじゃじゃ国民の皆さん、手洗って、8割にしてほーうも言ったんですよ。 はあ、これちょっと切れてくださいよ、みんな。ま、我々その映像で見てるとね、もう、救急として。いや、だからコロナ病床はですそうなんですね。コロナ病床、だから、今言うー99.3%の話をしてるんですよ。はい。で、お医者さんも暇。ええ。病院も空いてる。で、さらに言うとね、あの、ゴーグルだとか、あの、がっぱとか言ってるじゃないですか。はい。あんなもんもね、そんなもん、こう、機械作ったらいいんですよ。はい。ていうか、政府が金出して、機械作らせたらいいんですよ。ええ。それ全然やってないんですよ。 財務省の国で捕まるん<や>ですね。めちゃくちゃこの国は国の手をなしてない,した、はい。新型コロナウイルスに感染しているか確認する PCR 検査、これを受ける際の目安について、政府の専門家会議、見直しを進めていることを明らかにしました。 PCR 検査、保健所に設置された相談センターなどを経て受けることが現在はできますが、厚生労働省、現在は受診や相談の目安として、37度5分以上の発熱が4日以上続いている場合などとしています。PCR 検査をめぐっては、体制が不十分で必要な人が受けられないという指摘が相次いでいて、検査体制の拡充、こちらが進められていますが、相談の目安が厳しすぎるという声も上がっていました。 政府の専門家会議、4日に開いたですね、記者会見で、この目安について、厚生労働省とともに見直しを進めていることを明らかにしたということです。この PCR 検査の見直しですが、藤井さん、これはどうご覧になりますかこれもだいぶ遅いですよね。もうなんかこの問題はね、ほと<ー>ね、はい、複雑に組んでて、えー、一概に見えないんですけど、はい、これね、だから僕はもうあの、自宅療養がね、開始された時点で、はいえー こうしたらいいとそしたら、軽乗車全部自宅で療養できるしということを言ってたんですけど、自宅容量が認められるなってから、だいぶ時間経ってますからね。なんとも言えないですね、ですねまあでも、このいろいろなニュースをお伝えしておりますけども、やはりこの後手後手に回ってるというか、めちちゃゃくですよねねまあその事態が起きてみないとわからないっていう部分も、もしかしたらあるのかもしれませんけど、それにしても遅いって感じですね。これあの pcr 検査めっちゃ増えたら絶対感染者増えますからね。一時的に。あ、そうですね。あの、分かるやつ陽性とね。だって西浦だってね。西浦教授だってね。はい、西浦教授。あの pcr で分かってるやつの10倍いるって言っとるんですよ。ははええ。そしたお前のシミュレーションどうやってやってんねんお前って話を。ええ、ね計算どう。して科学者と違ったんやったっけ自分ぐらいのことを言っとるんですけどね。ええ。いや、だから、全部いいんですよ。なんかちゃんとこう。 ちゃんと、この PCR 多いという、増えたことを対応した基準とか作るんやったりですけど、この国はどうせやらんような気するんですよ。はい。そしたらね、そしたらもうやらんでんちゃうかぐらいに思うしね。あ,はい、であるいは、だから一番いいのはちゃんと全員 PCR やってね。はい、それでそれに合わせてちゃんとやっていくとかね。ええ、まあいいと思うんですけど。 うん、なんか無能な人たち、だからその政府ですよ。はい、無能な人たちをのためには、今のままがいいんちゃうかとも思うわけですよ。言うのをやったら高めたらええねんけど、みたいな。はい、政府の、だから国民じゃないですよ。はい、政府の人たちの差配がね。えーはい、だからちゃんと、これやる以上、ちゃんと全部整合を取ってほしいですよねはあはあそう。やる以上はですよ、ね、やる以上はね。はい、そしたら、一番それがいいです。はい